こんにちは、ロコです。はい、ということでですね、ロコがマコアコとお母さんにドキルを仕掛けますよ。ドキルの内容はこちら。はい、ということでですね、今回はこちらの内容をやっていこうと思います。それでは花見ていきましょう。レッツゴー。こんにちは、ロコです。ロコです。お話があるって。なんでなんで。お話があります。めっちゃキレてます、うん、怒ってます。ちょっと笑ってて。私ちょっと笑ってロコさん、はい、なんか心当たりないですか。ママのスカートを貼ってに履いた。そしてブカブカだと言って、あの前で言った。そんなことじゃない。最近なんか変わったことあった？パパの靴下履いてた。信じらんない。そんなことしてんの？今回あれなんですか？ロコちゃんだけですか？そう。じゃあマコアコいいよ。安心していいです。え、じゃあさ、12月10日って何してた？覚えてるか。何日何曜日？まあね、5人組で遊んでた。え？5人組の女子と遊んでた。5人組？これ動画回ってるから嘘つかないで。5人組の女子と遊んでる。木曜日は大体そうで。玉ねぎ食べたい。すごいの来てんの。何？取られてるよ。5人組でどうして遊んでるの？ママに嘘ついてる。ほら。ちょっとロコちゃんだけ見たら。ロコだけで見て。これロコじゃない。え？ロコじゃないよ。これロコじゃない。ロコじゃない？ちょっと貸して。髪短いよ。うん。ね。多分それなんだよ。じゃあ大きくしてみて。ロコだよ。これはロコじゃないね。いや、ロコちゃん。ロコだ、ロコだろ。ロコちゃんでしょ。玉ねぎパッパッチ。ロコだよね。違います。素直に白状するようにって。ロコに見せていい？玉ねぎ食べたいな。ね。ちょっとロコちゃん。ロコ、携帯見んのやめて。いや、あれロコちゃんでしょ。ロコ。ロコだよね。ロコだよ。どう考えたって見た目からロコだもん。あ、何枚送られてますか。5枚ぐらいじゃん。めっちゃ取られてる。玉ねぎ食べたいな。7枚。ベビーして。なんて下の下文字ないだ。すごいね。玉ねぎ食べた。すごいね。すごいねじゃないよ。ロコじゃないんですよって。ロコ。ん？なんでしかも嘘ついてんじゃん。ロコじゃないじゃん。友達と遊んでたって言ってさ。木曜日ロコ遊んでたよ。友達と。本当に？木曜日あったよ。だってマコと。え、見して。じゃまだ見てる。待って、マコも見せて。待って。だって、取られてんじゃん。ロコと携帯マジでやめて。ね。だからマコに見せて。ちょっと見せて。ちょっとまだ見てない。
早くないロコ。隠れてこそこそ。何が、うん、おかしいよね、うん、携帯やめてっつってんのロコ。パパ携帯見てる。どう考えてんの。何がこの行動。だからロコじゃないってロコだよね、うん、ロコちゃんはロコじゃない。ロコじゃない。いやロコちゃんはロコちゃんだと思う。ロコが世界に2人同じ全く同じの人がいたらどうするじゃん。だってファンの子から取られてんだよこれ、うん、こういうのいいんですかって来てんだよ、うん、でもロコじゃないから。ロコじゃんどう見たって。ロコじゃないから、うん、ロコちゃんでしょ。ロコちゃんって思うでしょ。もう、うん、YouTube にもファンの子がいるんだよ、ね、どこで見られてるかわかんないんだよ、うん、でこうやって撮られちゃってるんだよ、うん、どう思います、うん、でもこうロコと会ったよ木曜日多分。あ、そう、うん、多分会ったよ。その後とかなんじゃん。女友達と遊んでてたの。あ、そう、多分、木曜日何したっけ。ロコだけ遊んでた。2週間前の木曜日。どうですか、賛成とか反対とかありますか。反対反対あんま良くないっすね。良くないよね、うん、嘘ついてるしね。そうっす、まああと一番大事なのはちょっと白状することだと思うんです。素直に普通に言った方がいいと思います。ドッキリなのよ。ドッキリなんだよね。本当のこと言うとドッキリなのよね。もうあなたたちってさ。はい、ということで、せーの、ドッキリ大成功、イエイ。あこ今までさ、ドッキリ何回仕掛けられてって思う。付き合ってもいないし、先週の木曜日、お友達の嫌いになるし、ロコも嫌いになるから。もともと大嫌いだよ。は見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次の動画も楽しみに見てください。せーの、バイバーイ。